皆さんこんにちは、あらわらの奥村ひろみです。さあ今日はですね、皆さんに簡単なエクササイズをお伝えしていきたいと思います。さあ別にですね、4分間のインターバルトレーニングも何本もねご用意させてもらってますけれども、なかなかねインターバルお家でやる気にならないわっていう方もねきっといらっしゃると思います。もしくはウォーミングアップのね一つとしてこの簡単なエクササイズですね、取り入れてもらえるといいかなと思います。どうしてもねステイホームで同じ姿勢でいることが多くなってくると思いますので、少しでもね体を動かして、コリやね痛みを軽減できるような、生活に、シフトしていけるといいかなと思ってます。さあ前はですね、足指と足首をしっかりね動かす、簡単エクササイズを行っていきました。今日はですね股関節周りをねしっかり動かしていきたいと思います。股関節周りをねしっかり動かすと、お尻もねしっかり使うことができます。やっぱりねお尻が硬くなってくると、どうしてもね腰や、お膝の痛みにねつながりやすくなっていきますので、お尻の筋肉をねしっかり動かしてあげることってとっても大事だと思いますので、インターバルトレーニングされる方はウォーミングアップの一つとして、なかなかね運動する気にならないわっていう方はね、これ一つやってもらうだけでも体ぐっと楽になるかと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。さあそれではやっていきたいと思います。とっても簡単です。さあ足は腰幅に開いていきますね。さあそのままですね、右足からいきましょう。お膝で大きく円を描いていきます。さあこの時にポイントはお膝を回すというよりもお尻をしっかりと動かしていきましょう。これがとっても大事です。お尻をしっかりと回して、使っていきますね。お尻の筋肉がしっかり動いているかどうかですね、確認していきます。さあ今10回回してます。あと10回いきますね。12 13 1415 16 17 18 19 20。 さあ20回しか回してないですけども、結構大変ですよね。この辺結構パンパンになってきますよね。さあ今度は後ろから前へ回していきます。さあ、ハードルをね飛び越えるようなイメージでしっかりと後ろから前へ回していきますね。5 6。さあもうだんだんね疲れてきますよね。これだけの動きなんですけども結構大変です。さあ横から見てもらうとこんな感じ。後ろから前、13 14 15 16 17 18 19 20。 OK、 はい、じゃあ左も同じように回していきますね。前から後ろです。2 3。これね片足でバランスをとっていかないといけないので、辛い方はぜひ寝転んでやってみてください。さあそのままね立ってされる方はそのまま立ってやってみてくださいね。私あと10回寝転んでやってみます。寝転んでやると体がね安定するのでとっても回しやすくなります。これでもお尻を意識して大きく回していきますね。なので寝る前のね一つの運動に加えていただいてもいいかなと思ってます。うちはメンバーさんにもぜひね寝る前お布団の上でやってくださいねっていうお声掛けをよくしています。 OK、 はい、じゃあ左足もですね後ろから前回していきたいと思います。後ろから前、さあハードルを飛び越えるようなイメージね。3 4 5 6 7 8 9 10。あと10回頑張っていきます。11 12 13
14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。まあ、これだけの、ね、シンプルな動きですけれども、結構ね、お尻も股関節も太ももの付け根もですね、結構パンパンになったりします。それぐらいしっかりとね、動かすことって大事ですので、ぜひね、ライフスタイルの一つ、日課の一つにね、加えていただけると嬉しいかなと思います。さあ、またね、こういう、簡単なエクササイズも紹介していきたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。